クロスレビューチャンネル。皆さんこんにちは、週刊ファミ通の神風おさだです。今月のアシスタントはこの人。はい、週刊ファミ通の高橋ピーコです。よろしくお願いします。なんかすごい久しぶりな感じがするけど、はい、バッチリお願いしますよ。任せてください。でも早速今月のラインナップはどんな風になってますか？今月はかなりビッグタイトルがたくさん発売されてますけども、まあ、年末でね、結構去年の年末すごいいろいろ発売されたから、はい、ちなみに、年末発売されたビッグタイトルの中で高橋さんは何を買いました？ニュースーパーマリオブラザーズ Wii です。やっぱりマルチプレイで4人でバイバイ遊ぶのがもう超楽しいですよ。そうだよね、はい、その、まあ、いつの間にか殺し合いになってた。そうですね、落とし合いに。すごい面白いと思います、はい、というわけで今月もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では今月の殿堂入りタイトルをご紹介します。週刊ファミ通1094号から1097号までのクロスレビュー掲載タイトルの中から紹介、今月の5本。今月の5本はこちらとなっておりますが、はい、では早速、はい、レビューをいきましょう。はい、1本目じゃん、はい、極限脱出9時間9人9の扉プラチナ殿堂36点です。密室で行われる謎のゲームに巻き込まれた主人公となって、いくつもの部屋からの脱出を目指すサスペンスアドベンチャー。脱出パートでは部屋に仕掛けられた様々なトリックに挑みます。新ジャンルの、まあ、サウンドノベルなんですけれども、主人公を含めて9人今回いるんですけれども、はい、その9人がそれぞれの番組の番号を割り当てられて、ね、その数字を使った、謎解きのトリックがメインなんですけれども、その部屋に応じてその番号が振り分けてて、そのルートがですね、その誰と行くか、誰の数字を使うかによって、まあ、ルートがすごい分かれてて、まあ、エンディングも数種類あるんですけども、そのルートも何種類もあってですね、うん、もう何度も何度も楽しめるアドベンチャーになってますんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃあ2本目です。はい、じゃん、テイルズ・オブ・グレイセスプラチナ殿堂36点です。新たな戦闘システムを採用したテイルズ・オブシリーズが Wii に登場。キャラクターデザインは猪俣睦美氏。派手で爽快なバトルを初心者から上級者まで楽しめます。はい、テイルズ・オブ・グレイセスなんですけれども、まあ、テイルズシリーズはもう本当にね、いろいろこう出ててですね、はい、まあ、どれもファン満足させる的なんですけれども、あのテイルズのやっぱ売りっていうのはやっぱアクションのバトルなんですけども、それがすごい一新されてまして、まあ、その今までのシリーズ料理と、まあ、バトルっていうか結構こうファンにフックする要素があったので、それ両方とも一新されて、結構こう戦略性もバトルは戦略性も、あるバトルになってますんで、シリーズのファンでも、まあ、すごい新鮮な気持ちで遊べるかと思うんで、ぜひ試してみてください。はい、3本目、はい、じゃん、コールオブデューティーモダンウォーフェア2プラチナ殿堂39点です。世界で1400万本売り上げた前作からさらにスケールアップした続編が登場。世界を舞台にテロリストと戦う複数の主人公の視点でストーリーが展開します。はい、まあ、前作も非常に評判で、まあ、世界でね1400万本ってもう何やってるんだってね、1400万人なんですけどそれぐらい有名なソフトでね、もう何がすごいっていうか、まあ、FPS っていう、こう、まあ、ある程度そのゲームファンにとっては敷居が高いじゃないですか、はい、でもそのこう演出のかっこよさが半端ないです。僕なんかもう戦争とか別にミリタリーってあんまり興味ないんですけど、それでも先に進みたいと思わせるような、まあ、ストーリーの重厚さ、演出のかっこよさでグイグイ引き込まれますので、もう本当に好き嫌いするんでやってほしいと思います。はい、残り2本なんですけれど、何が入ってるんでしょうか？はい、ファイナルファンタジー13プラチナ殿堂39点です。最高峰のグラフィックと重厚なストーリー、プレイステーション3に満を持してファイナルファンタジー最新作が登場しました。洗練されたシステムでムービーを見ているかのような戦闘は必見です。みんなの期待をはるかに超える出来です。もう本当にね、これ見たらびっくりします。はい、僕の知り合いは PS3 をなんと AV 端子でつなげてですね、なんですけど、それでもびっくりして、僕の人は HDMI 端子にしろって、はい、それにしたらひっくり返ってました、はい、ひっくり返っちゃいます。それぐらいもすごい、もうね、グラフィックに関しても最高峰です。システムがたくさんあるんですけれども、一個一個解放されて次第にゲームやりながら覚えられるシステムになってますんで、まあ、初心者から上級者まで、まあ、幅広い人が楽しめると思うんで、まあ、やってない人も今からでも遅くないんで、ぜひ買って遊んでください。はい、
はい、ラスト1本は何でしょう、はい、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii プラチナ殿堂40点です。今度のマリオは4人同時プレイが可能、みんなで協力対戦が楽しめます。アクションにも新要素が多数追加され、一人プレイも大満足の内容です。はい、 2D なんですよね。はい、 2D の横スクロールでアクションで、まあ、何が違うんだって最初思うわけじゃないですか。もう昔のマリオと一緒なんじゃないってみんな思うんですけど、はい、この4人プレイがですね、はい、もうこうなんていうの、もうゲーム性すらも変えてますね。はい、もう今まで一人でその、まあ、ジャンプアクションとして、まあ、メインクリアをしていたんですけれども、4人で、まあ、複数人でやった途端にもうゲームが変わりますよね。はい、これは本当にやってみなきゃ分かんないんですけれども、この醍醐味はですね、本当に他に今までになかったゲームと言っても過言ではないので、ぜひ友達やファミリーとみんなでね、あのワイワイ楽しんでほしいと思います。はい、先月のベヨネッタに続いてニュースーパーマリオブラザーズ Wii が40点満点なんですけど、そうですよね、まあさすがね、キーコさんが買っただけあってね、はい、まあもう40点満点のソフトもあったし、その節穴じゃなかったってことじゃないですか。そうです。あとはまあファイナルファンタジー13も、はい、もうこれはね、もう僕今更紹介するまでもないぐらいな、まあ、超大作ですし、そうです、もう今この現時点でやってない人はね、もう今すぐこのショップに駆け込めっていうぐらいな、はい、はい、あとは世界中で大ヒットのモダンウォーフェア2、ああもういよいよ日本上陸しましたね、はい、クロスレビューチャンネルでもですね、この良さをですね、はい、やっぱ紹介しなきゃいけなくなってきたんじゃねえのかなと思ってますよ。まだ体験したことない方に向けて、うん、もうちょっと詳しく説明したいと思います。はい、というわけで今月のピックアップタイトルはこちら。今月は39点を獲得してプラチナ殿堂に輝いたプレイステーション3、Xbox 360ソフト、コールオブデューティーモダンウォーフェア2をピックアップ。今回紹介してくれるのはこの方です。はい、どうも、週刊ファミ通編集部の佐治紀子です。佐治紀子はなんか久しぶりというか、まあ電動 TV の後期の仮 MC、 じゃあ、あんた言うんですか、以来、以来あんた言うんですか、そういうチャンネルで初めてですよね。本当にね、はい、この佐田さんから出世の登竜門として後を継いだ電動 TV、はい、なんと2回目、はい、このクロレビチャンネルに変わるという、はいはい、なんですね、この不幸に見舞われまして、はい、そんなに俺出世させたくないんです。いや、そうじゃないんです、はい、不平不満は後にして、はい、ご紹介の方お願いします。はい、お二人はプレイしたことありますか。あります。ピンコさんはないです。はあなたはなぜモダンオフェアをプレイしないんだと、ファミコンの記事になってるくらい。佐治さんはこういう FPS とかやるイメージないんですけど。またまたそういうね、凝り固まったイメージがあなたの視野を狭くしてるわけですよ。バリバリここでデビューしました。前作世界1400万本、ああ、そう、それは知ってます。今作もすでにもう勢い余って、はい、もう700、800、900、1000。そうですよね、だって、はい、発売は北米と欧州先なんですね。そうです。もうその時点で初回でなんか470万も突破と、もう数々の、欲を塗り替えて、いやもうそれが完全日本語化ローカライズして出たんですから、これはね、もうね、遊ばない手はないんです、うん、もちろんあの初心者でもできるように、ちゃんとできてますんで、うん、はい、じゃあまずはですね、うん、このシングルプレイの冒頭でやることになるですね、まあ、いわゆるチュートリアルを兼ねたトレーニングモードですよね。はい、こちらの方からちょっとあのピーコの方に。まず紹介するのはゲーム開始直後のこのミッション。出現するパネルを打ち抜きながらゴールを目指す。まあ、敵だけ撃って。まあ、敵つかこれパネルっすね。あ、すはあ、お、撃つ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 早く。そう。でこれあの中に民間人というか一般の方が混じってるんで、それ撃たないように気をつけてください。ダメです、それ撃っちゃう。それダメだもん。それ一般です。それ撃って。左。本作では銃を構えると自動で敵に照準を合わせてくれるアシスト機能を搭載。アシストのオンオフを切り替えることも可能だ。ミッション終了後にはクリアタイムに応じてゲームの推奨難易度が示される。
まあ、このようにですね、今あのピークはルーキーと判定されたわけですけれども、うんうん、4段階ですね、はいはいはい、標準、まあ、これはノーマルモードです、うん、はい、でハードスキルの限界もこれ相当上手くなってからこれやらないとクリアできないよと、ね、次はベテランもはや生存不可能です。そうですね不可能なぐらい難しいと。こうチャレンジですよっていう、まあ、難易度設定も最初から選べるし、選べてと。あ、これ選べるんですか。選べます。へえ、はい、じゃあそれではルーキーでこれで早速ね、はい、本物の戦場へもう練習じゃない、はい、繰り出していこうかなと思います。はい、まあ、FPS っていうとこうバン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 敵をこう撃って倒して進んでいくっていうイメージがあると思うんですけれども、うん、このゲームはねそれだけじゃないんです、うん、さまざまなこうシチュエーション、うん、戦場のシチュエーションをすごいリアルに再現してるというわけで、ちょっとこのね雪山ステージを、ああもうこれね有名な E3 でもね出た有名なシーンですよね。さあ来ました。寒え、いや感じたの今まあそれぐらいリアルってことリアル寒いと山ですか、うん、ここはどこですか。タイについてくる。そうそうそう、マクタビーシタイについてくるんだけど、はい、要はもう断崖絶壁ですよね、雪山の。ほらほら、さあそれでこれですよ、ピッケルをガシガシ刺して、うん、この雪、まあね、敵のところに、まあ、基地に潜入するために、まあ、こういうとこから潜入するっていうね、はい、敵が狙ってない、はい、RT をホールド、はい、RT 押しっぱなしってことだね、はい、はい、で LT でしょ。そうこのね、あの氷がピキピキピキってこう割れてく、割れてくる、はい、そうそうそう、早く言うけど、はい、要は両手を表してるわけですよ、はい、あ、なるほど。この氷の表現とかね、ほら、登れ、これ一息ですよ。どこ行った、ほら、ちゃんと見て、ほら、いた、ほら向こう側、向こう側、あれ、あれでダッシュしようよ、ダッシュとジャンプ、タイ今こうやってうこう走ってジャンプしたじゃん。そうだ、ちょっと見てる、ほら必死すぎ、ほら見てない、見てないで、ほらジャンプですよ、ダッシュとジャンプ分かるでしょ。ジャンプダッシュは、はい、押し込み、押し込み、これはほう、お、いった、それでここでガシ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 、早く頑張って、自分で伸びたよね、早く、このね、驚いたでしょ、びっくりした。こういう生かす演出が骨髄症にね、差し込んでくるわけですよ。危ない、はい、これでね、はい、もうこれで一応頂上というか敵の基地の近くに来ました、うん、はい、でもう銃を構えて臨戦態勢に入ると、うんうん、登山以外にも戦場のさまざまなシチュエーションが用意されている本作。ミッション「オンリー・イージー・デイ」では水中から敵の拠点へ潜入する主人公たちの様子がリアルに描かれている。音を立てずに、お、足でしょ、あ、お、お、うえー、すげえなー、これですよ、あ、切りますからね、誤射に注意しろってね、さっきみたいにね、ピーコのそうみたいにね、トレーニングで無駄に打ってるとね、無駄に打ってると。さあこれで突入と、はい、ここでボーンと爆発して一気に、これ敵です、これは人質です。あ、撃っちゃった、サジキクあえなく失敗。 FPS に目覚めたばかりの彼なのでご了承ください。まあ、ルーキーの実力ですよサジさん、サジさん、これがサジさん何やってんですか。いや、そんな言うなら、サジさんやってくださいいや、全然いいですけど、ベテランとして、ベテランとして、人生のベテランですからね。そうですね、はい、僕はもうこっちから行きますよ。ここでこのスローになるんですよ。このね演出がね、なんかうまくないですか。美味しそうですね、完璧完璧だ、完璧ですね、素晴らしい、
腕前はともかく、うん、まあ、ああいう演出も入ってどうですかと、はい、これちょっと興味出てきたんじゃないのっていうことですよね。さて今まではね、まあ、一人用のストーリーモード見てきたんですけれども、ね、まあ一人で楽しむのもいいんだけれど もうこのゲームの醍醐味はやっぱり複数でやるね、オンラインですよ、はい、みんなすごい上手い人たちがみんな集まってやってるじゃないですか、はい、これ私が入っても大丈夫ですか？基本全然大丈夫です。まだちょっと尻込みするなっていう人は、うん、そのオフラインでも、うん、あの画面分割で協力プレイたりとか、まあ、オンラインでもちろんできるんですけれども、例えばスペシャルオプスを2人でプレイするとか、あ2人用の特別なミッションとか、そういうのでちょっとこう人とね息を合わせるとか、うん、気をつかめばもう全然見ず知らずの人に教えてもらうよりは、まあ、編集部にね、はい、ペダルやたくさんいるからピーコが教えてくださいって言ったらオフラインで2人でやれば、うん、ちゃんと段階を踏ん で, できるようなモードがたくさんあるので、たくさんあるんで、まあ、ぜひともこうね、食わず嫌いしないでやってみてくれということですね、はい、はい、シャバの空気はどうでした？いやもう本当にね、久しぶりに吸ったやっぱりこのライトの光、うん、この独特の緊張感、はい、やっぱりこの場に俺は帰ってくるぞと思いましたよ。でもなんかプレーの方はなんかいまいちよかったよね。そうですよね、まあ本当に上手くなって出直した。いやおかしいですよ、そもそも、はい、あの俺に譲ったわけですから立場もういらないということで、また来月もお楽しみに。いや本当にいらないっすよ。いらなくない、俺いる。いやもうすごい手は上手くなってもらわないで。もう上手いもんもう。